吉田一万寺は、日本の政治家、医師、参議院議員、愛知県会議員、市宮市長、市宮市会議員などを歴任した、愛知県中島郡市宮町に生まれる。1911年3月、明林中学校卒業。1917年、愛知県立医学専門学校卒業。1918年、吉田院を開業。 1921年、市宮市の市政志向に際し、市宮市会議員に初当選。1927年、京都帝国大学で医学博士を修了。1931年9月、愛知県会議員選挙に立憲民政党公認で初当選。1932年10月10日、選挙事務長の選挙違反により、当選無効失格。 1937年、市の宮市会議長に就任。1941年2月21日、市の宮女子商業学校を創立。1942年6月、第4代市の宮市長に初当選。1945年12月から公職追放を受ける1947年1月まで県会議長を務めた。同年同月、市長と県議を辞職。 1950年10月、追放解除。1951年4月30日に行われた、愛知県知事選挙に立候補。候補者は、吉田のほか、元幹線知事の桑原美ぎね、社会党の推薦を受けた、前副知事の桐谷勝三郎、元副知事の山内小三郎ら新人の7名。自由党は公認の決着がつかず、結局吉田と桑原が共に、 投稿人を名乗ることになった。当時は1位でも有効投票数の8分の3を超えないと1位、2位の決戦によるという規定があった。新聞は当初から決戦投票になることを予想しており、1位がクワハラ、2位がキリタニというのが大方の読みであったが、結果はクワハラ48万票余り、吉田37万票余り、キリタニ27万票余りで、 上位2名による決選投票が行われることになった。壮絶な一騎打ちとなったこの選挙において、吉田の選挙事務長を買って出た同郷の江崎雅美は、連日、トラックで、尾張地区から名古屋一円を走り回ったが、木曽川下半の砂利道を全速で走っている時に、急カーブでトラックの荷台から投げ出され気絶し、背骨を痛めた。桑原は、 名古屋市北区を車の天井から首だけ出して回っている時に松の枝が当たり頭のてっぺんから血が噴き出した。決選投票は5月11日に執行。開票は同日名古屋市を除いて県会一斉に行われ吉田475,293票、桑原466,404票と吉田がひとまずリードした。 翌朝からの開票は抜きつぬかれつの大混戦で、名古屋市12区の大部分が終了した午前11時頃には、桑原の追い込みはまず絶望とみられ、吉田は万歳の声と共に胴上げされた。ところが代表殿の中村区で形勢が逆転。桑原57万7879票、吉田57万4209票で、全票が終了した。 その差わずか3670票という死列を極めた戦いであった。吉田は敗れたものの、市の宮市の9割9分の人が投票してくれた。男と生まれてこんなに嬉しいことはないと言って、涙を流して喜んだと言われている。1953年、第3回参議院議員通常選挙の全国区に自由党公認で立候補し初当選。 1956年、日本ユネスコ国内委員に就任。1957年、第一次元改造内閣科学技術政務次官に就任。1958年、愛知県知事選挙出馬をめぐって自民党を離党。日本社会党推薦での出馬を目指すも、12月21日、共振症のため参議院議員在任中に死去。66歳没。 同日、市宮市名誉市民となる。ありがとうございます。